山口あきです。はい、ということで早速あの歌を皆さんに聴いていただいたんですが、今歌った歌なんですけど、あの神武天皇っていう、唱歌なんですけど、この歌はですね、明治33年に出された幼年唱歌っていう唱歌集の中に入っている歌なんですけど、小学1年生から4年生までを対象として作られた唱歌集なんですけど、実はねこの唱歌集の中には金太郎だったり、あと浦島太郎だったり、今もね皆さん馴染みのあるような歌、知ってるような歌が入ってるんですけど、その他にもねたくさん歌が入ってるんですね。例えば国旗っていう歌であったりとか、あとはあの日の丸っていう歌であったり、あと明治の美代っていう歌もあるんですけど、まあ、その他にもたくさん歌が入っているんですが、その明治の美代っていう曲がかっこいいことですね。ちょっとこの歌詞を皆さん聞いてもらっていいですか？それでは、ぜひ明治の美代の歌詞を皆さんにお届けしたいと思います。それでは聞いてください。1番、盛んなるかな明治の美代、教育の道を励まされ、美山の奥の村々までも、学校の儲け行き届き、日に日に進む人の知恵、祝え祝え明治の美代。2番、盛んなるかな明治の美代、殖産工業を進められ、野山の産物海のもの、人の手技に畑商業に、日に日に進む国の富、祝え祝え明治の美代ということですね。皆さん本当にいろんな思いを抱きませんか？明治の時代っていうのは本当にたくさんのものが外国から日本に入ってきて、どん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 、なんて言うんでしょう、生活であったりとか環境っていうのが変わってきた中だと思うんですけど、そんな中で、こういった曲が作られていったっていうのを想像すればですね、本当に当時の方々の表情というか、その当時の思いとかいろんな風景とかっていうのがすごい思い浮かんでくるなって、私はそういう感覚に、なります。で、今あの紹介させていただいた、幼年唱歌以外にも、たくさんの唱歌集っていうのが出されていて、今も存在しているんですが、楽譜だったりとか歌詞をこう見ている中でね、あ、この曲聴いてみたいなと思って調べてみたら、まあ、中にはあのその、ね、歌があるものもあるんですけど、なかなか見つかるものっていうのが少なくて、で、あの今日歌ったあの神武天皇っていう唱歌もそうなんですけど、あの先ほど紹介させてもらった国旗っていう歌だったり、日の丸っていう歌だったり、明治の美代っていうあの唱歌もそうなんですけど、あの全然出てこないんです。で、そういう風にあの探しても探しても出てこない歌がありすぎて、うわ聞きたいなと思って、思いがあればあるほどもうめっちゃ聞きたいってなってくるんですね。もう聞きたいのに聞きたいのにっていうその感情が溢れてきてしまって、うおーってなってる時にふって私気づいたんですよ。ちょっと待って、あ、私そういえばあれミュージシャンや、ミュージシャンや、ミュージシャンや、気づきました。そこでやっとミュージシャンや、何言ってんねん、私何年間も歌ってきて、ここでねちょっとふって忘れてしまったところがあってね、ミュージシャンや、ちょっとね気づくまでに時間がかかってしまったっていう、ちょっと情けないところがあったんですけどね、ミュージシャンや。それでね、あの今日ね一番最初にあの神武天皇っていう唱歌を歌わさせていただいたんですが、こんな感じでね軽く歌いながら、またピアノもあのアレンジで入れていって、動画でこれからアップしていきたいなっていうのも考えたりもしてます。で、あのライブでもどんどん歌っていきたいなと思っていて、ちょうどですね2月の15日に私大阪でバレンタインライブがあるので、その時に今日紹介した国旗っていう歌と、あと日の丸っていう歌と、明治の美代っていう歌、ぜひこのライブで歌いたいなと思っています。 あとですね、朝日の旗っていう歌もあるんですけど、この曲ねすごいかっこよくて、本当にあのシンプルな歌なんですけど、なんか複雑というか難しい曲ではないんですけど、すごいなんて言うんでしょう、かっこいい曲。とりあえずこの曲もですね、あのそのライブで歌いたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、ということでね、こうして当時の、楽譜が今もこうして残っているっていうことへの感謝を音にしてまた形にしていくっていう。でね、やっぱり歌っていうのはたくさんの多くの人が歌って輝くと思うし、今の時代に
蘇らせるっていうか、楽譜だけではなくってやっぱり音楽として歌としてしっかりこう未来へ残していくことができればいいなって今回改めて強く感じました。唱歌にメロディーの息吹を、そんな思いを込めて、やっていきたいなと思っています。これからね、こういったいろんな歌を皆さんに紹介していきたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。